そもそも信頼関係を築くということは、ただ仲良くなるだけではなく、この人になら本音を話してもいいと思ってもらうことです。つまり、雑談の段階で、こんにちは。株式会社即決営業営業コンサルタントの豆田です。日々の営業お疲れ様です。皆さんは営業する際に、お客様がどれぐらい興味持ってるか数値として出てほしいと思ったことってありませんか？僕はいつも思ってます。年間数百人もの営業さんとお話しさせていただきますが、お客さんと信頼関係を築いて任せてもらえるような商談がしたいと皆さんおっしゃってくれてますので、多分同じ気持ちだと思います。けどそんなこと言われても、信頼関係が築けたことになるってどういう基準でなるの？って思っちゃいます。そこで今回は、数値とまではいきませんけども、信頼関係が築けたか一発でわかる、そんな方法をお伝えしたいと思います。即決営業ではお話ししていきます。これを見分けるためにすること、それは質問です。では信頼関係を築けているかを知るためには何を聞けばいいでしょうか？それはヒアリング前に、自分の商材のどこに興味がありますか、ということです。この質問を浴びせて、お客様から〇〇のことについて気になりましたというように、商材についての答えが返ってきたらバッチリです。そもそも信頼関係を築くということは、ただ仲良くなるだけではなく、この人になら本音を話してもいいと思ってもらうことです。つまり、雑談の段階でヒアリングの内容にある程度近づいておくことが必要ということです。例えば教材販売の会社になると、ヒアリングに入るということは十中八九勉強の話になります。となれば、お子さんの部活の話題で距離を近づけつつ、勉強時間について意識させることはできますよね。このように雑談である程度ヒアリングに近づいて、その後に商材の気になることを喋ってもらうことで、よし、ヒアリングに行こうという形で次のステップに進むことができるんです。こうすることによって、これは信頼してくれてるなと一発でわかるという仕組みになってるんです。また商談の流れ的にも、じゃあその気になってる部分についてお客様がどんな状態になってるか質問していきますねという形で、ヒアリングもスムーズに進めますよね。またお客様が気になると言ったから質問を始めるという形で、会話の主導権を握ることもできます。そうなればヒアリングのしやすさもめちゃめちゃ上がります。こういう意識の違いで雑談の質も上がりますので、ぜひ試してみてください。即決営業以上、まとめますと、お客様との信頼関係を確認する方法は、自分の商材のどこに興味を持ってもらいましたかと質問することです。そしてその前提として、雑談の中でヒアリングの内容にある程度近づいておく必要があります。その状態で質問することによって、〇〇に興味がありますと答えた時点で、信頼関係はできている、それぐらい本音を話してくれるという状態になっているとわかります。また商談の流れとしても、あなたが気になると言ったから質問を続けますねという形でヒアリングを進めていけるので、会話の主導権が握れます。そうなればヒアリングもめちゃめちゃしやすくなりますよね、というお話でした。我々即決営業では YouTube 以外でも様々な形で営業マンの方のお力添えをしております。営業に関する具体的な技術を知って、もっと売り上げを上げたいっていう人は、この動画を見終わったらすぐに即決営業公式 LINE に登録してください。即決営業公式 LINE に登録すると、あなたの営業力が上がる3つの無料プレゼントがゲットできます。また東京、大阪、ウェブで即決営業体験セミナーというものもやっておりますので、ぜひ受けてみてください。公式 LINE、体験セミナーともに詳細は概要欄にございますので、ぜひ確認してくださいね。本日は以上になります。株式会社即決営業営業コンサルタントの豆田でした。どうもありがとうございました。